すいません。皆さん本当にすみませんでした。ちょっと夜ご飯を食べてる途中でして、本当にすみません。予定の時間に配信をできなくて。だからちょっと今夜ご飯をちょっとだけ食べる。天ぷら すいませんね。さつまいもでございます。ありがとうございます。チョコミント、何お母さん、チョコミントありがとう。ありがとうございます。とても可愛い、ありがとうございます。ストロベリーもありがとうございます。まあチョコミント、あ、バニラありがとうございます。風強っ。なんだパパか。はい、アイスのイベントです。除湿にしよう。どのアイス？わあ、ありがとうございます。え、かわいい、ありがとうございます。アイス3つの中ですか？どれも好き。本当に気分なんだよね。おつまみ、私まだお酒飲まない。飲んじゃダメ。普通に今日の夜ご飯、さつまいもの天ぷら。え、すごい、アイスがたくさん、ありがとうございます。どうしよう、何味にしようか。え、でもさっきからチョコミント送ってくださる方が多くて嬉しい。チョコミントにしようか。
じゃあバツバツバツ。バニラ、バニラどうですか。バニラ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 。バニラってさ、普通にさ、バニラがいい。バニラってなんか、なんもなんかシンプルって感じだけど、バニラって普通に美味しいよね。わかります？なんかこの気持ち。バーありがとうございます。バニラだバニラね。天丼じゃない普通に天ぷらのみ。はい、そうです。さつまいものみ。で、今日は9時までです。ロング配信でございます。さっきからさ、脂っこいもの食べてるからさ、めっちゃ唇がさ脂なんだけど歌も歌おうかな。ねえ、ツヤツヤだよねリップ塗ってないのに。そうだね、唇間違えた。天ぷらのおかげ。まあ確かに、天ぷらリップなんか響き面白い。天ぷらリップって面白いね。それな、なんかさ天ぷらリップ、天ぷらリップっていう商品が
なんていうのかな、ガチャでありそう。なんかわかります？ガチャとかにありそうじゃない？天ぷらリップ、そういうふざけた商品めっちゃありそう。こんにちは、間違えた、こんばんは、ありがとうございます。っていうか今日も今日で暑いな。ちょっと今日は雨降ったからさ、湿気がやばいよね、もやもやする。こんばんは、ありがとうございます。あおちゃんのところは雨大丈夫だった？結構降ってました。午前中とか午後もちょっと降ってた。へえ、群馬めっちゃ晴れてたんだ、いいね。でも晴れてるのも晴れてるのでちょっと暑すぎて嫌かもまあでも暑い方が、晴れてる方がマシか、雨降ってるより。湿気で髪やられる、あー分かります。そうですよね。こんばんちゃ。そうですよね、晴れてると暑いけど雨よりは晴れの方がマシ。やば、一番いいのは曇り？どうなんだろう。え、でもなんか曇りも嫌だ。暑くない程度の晴れがいい、ちょうどいいぐらいの暖かさの晴れた日。そう、涼しい晴れが一番。わかるよね。え？ついてないですね、それは。銀行に忘れた傘を取りに行って、帰りに寄ってコンビニ忘れてました。ちょっと忘れん坊さんなんですね。私もよく忘れ物をします。小学校の時はよく忘れました、忘れ物をしてました。胃もたれしないかな、大丈夫か。天ぷら食べちゃったけど、胸焼けとか、まあ今のところ大丈夫。ランドセル忘れるわけがなかろう。え、まだなんで、まだ入院中なんですか。マジか。私の声って聞こえてますか。イヤホンとか超絶可愛く慰めてえ、どうしよう、どうしよう。オッケーオッケー。
入浴中は面白い。配信を見てくださりありがとうございます。お大事に、お大事に、早く治りますように。退院OK ですか。可愛かった私的には普通だけど。可愛い看護師さん、私絶対に看護師なれない。なぜかっていうと頭が悪いから絶対看護師できない、向いてない、失敗ばかりするよ絶対。あ、よかったです、ありがとうございますDD が治るを注射してください。え、それはないですね。そんなお薬というかありません存在しないですブン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 。なんか今日さ、こんなにお時間あるからなんかしたくない？なんかしたい。なんかやビギーンってなった今、肘が合ってるよね。膝なんか言ってないよね今。肘って言った。ビギン。英語面白い。え、なんかさ、ここら辺にさ、あ、ありがとうございます。チョコミント。あ、まあ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 。なんかここら辺にさ、なんかしびれる。ツボみたいな、ツボじゃないけどここら辺にあると、で肘が当たるとビーンってなるんですよ。え、皆さんもさ一回はあるでしょ絶対に。私なんか何回もあるけど、ビギーンってな、ファニーボーン。そんなおしゃれな名前をつけるのですね。50回はある。え、でも本当にそのぐらいありますよね。めっちゃやだ、ビギンって。わっ、バニラだ、ありがとうございます。何でも食べる。おしゃべり会、あ、おかん、おかん、ちょっとあの紙を持ってきてほしい、おしゃべり会の。そしたら書いてあるはず。あ、でも二度手間になりそう。まあいっか。あ、ごめん、そうなんです、最近おかんって呼ぶようになっちゃった。直そう。おかんって呼ぶようになっちゃったんですよ最近。いや、いや、パパ Thank you。 OK 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 OK。ちょっと紙に印刷したのでスケジュールをお見せしますね。パパはパパ、パパ、オッケー。おしゃべり会スケジュール、
パッパラパッパッパー。ここに書いてある通り、ちゃんと着るお洋服などなど書いてあります。やばい、腕疲れた。っていうかさ、セーラー服とか買わなきゃ。制服ないもん私。だってさ、セーラームーンもさ、浴衣、いや間違えた、なんで今浴衣って言ったんだろう。セーラーじゃん、セーラーだし、セーラー服買わないと。楽しみにしててください皆さん。なんか推しの子やるのか。推しの子はオンラインですね。かなおちゃんもオンラインだ。オフラインが生誕ティー着たり猫コーデしたり、あとはギャル風制服コーデ。わあたり、わあすごい今、え、ちょっとなんで見てなかった、何が出てたか分かんなかったけど、ありがとうございます。あたりだ、すごい嬉しい。違う、セーラームーンってさ、セーラー服じゃん、制服が。だから制服、セーラー服買わないと。あと高めツイン地雷系コーデもある。そしてオフラインの最終日がメガネ、間違えた、ベレー帽、ベレー帽アンドメガネコーデジェス。みんな楽しみにしててね。ベレー帽初めてかぶる、あ間違えた、初めてではないかも。え、でもベレー帽ってあんまりかぶらない。でオンラインが浴衣着たり、さっき言ったかなおちゃんとかセーラームーンとか推しの子のコスプレしたり、あとなんとこれは皆さんが楽しみにしているんではないかであろう、メイド服も着ちゃったり、あとは人参ピーマンのかぶり物もかぶっちゃったり、まあピーマンは分かんないけど人参はかぶるかも。あと最終日にサンタさん、サンタクロース is coming to time。 あ、これ知らないか。普通に歌ったけど、小学校の時に歌ってた、朝の歌で。え、すごい、え、ね、さっきから当たり当たるね、当たり当たるね、ダジャレ言っちゃった、すごい、ありがとうございます。嬉しい、楽しい、ビタミン C。 こっち、まあどうでもいいや。当たり出たから駄菓子屋さん行ってくる。わあすごい、見えないよねこんな遠くにあったら。どうしましょう、ここにずっと貼っつけちゃう。なんかさ、ここにないのでなんかしたくないですか。あ、確かこの前アンケート取ったんだ、その中でさ、してないのさ、イベント中にやりたい。
口笛ってどうやって吹くの？吹けない。口笛は口で笛を吹くんだよ。わからない。みんなどうやって吹いてるの？こんな吹けないことってある？今こんなサンタクロースの歌を歌ってもね、夏だし、この季節にぴったり。何を言うちょる。あ、いてててて。口笛は舌を使うんじゃないかな。舌？舌を使うの？わかんな、わかんない。今できた？ねねね、ちょっと待って、びっくりした今。マジか。やめとく。やめとく。大丈夫。ねえやめてよ。ヘビ出るとか言わないで、一番苦手なお虫。いや、やだ。ね、本当に嫌いなの、ヘビ。やめてよ。いらっしゃいじゃない。もう口笛吹けなくなっちゃった。せっかく今吹けるかなって思ってさ。え、虫じゃないの？ヘビって虫に入んないの？何じゃ。ヘビって虫に入らないんだ。ねえ、みんなバカにしないで。爬虫類、すっごいかっこいい描き方。できてんのかな、これ。できてない気がする。だってもなんか虫の感じ入ってるね。え、だよ。え、ん？だよね。爬虫類だよ。爬虫類。え、でも多分こんなんじゃない。私が今やってるの。ブリ、ブリでございます。笛ラムネ。確かに笛ラムネ食べてるみたいな。今笛ラムネないな。まあ無理。ブリ。ブリ、ブリカツ丼。ブリカツ丼って美味しいよね。急に話変えたけど。ブリカツ丼美味しくない？食べたことあります？めっちゃ美味しい。私お魚嫌いなんですけど、ブリカツ丼、なんかカツ丼にしたら食べれる。やばい、さっきからサンタクロースの歌が離れない頭から。
な、歌っちゃうんだけど。ねえ、なんで、ねえ、なんでそんなに私をいじめるわけ？どんだけ私をいじめるんだ。なんで？嫌だ、絶対に食べない。蛇なんか食べない、絶対に食べないから。無理、普通に考えてありえない。アイスは何を集めているの？一応バニラ、ビアニラ、ビアニラ。なんか今伊達メガネ見つけた。銅入ってない伊達メガネ。アイスありがとうございます。コナンくん。ペペペパ。ラン姉さんになるところだった今。ペッペルペッ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 ペン。私コナンとか、コナンとか見ない、見たい、見ないんですよ。いや本当にそうですよね。日野さんの生誕祭本当にすごかった。もりもり皆さんの髪型がすごかったな、うん、うっ。コナン見ないんです。そもそも私アニメを見なくて、本当にメツメツしか見ないんですよね。っていうかまだメツメツ見てないんだけど、推しの子はね見たよちゃんと。でも私がやる主人公の子さ、ちょっともう悲しいじゃん。あの子がいればいいんだけど。これは絶対嘘じゃない、愛してる。これは絶対嘘じゃない、愛してるっていうセリフありましたよね。あれなかったっけ？間違ってたら恥ずかしい。赤い髪の娘、赤い髪の子、ああの子なんだっけ、ピーマン食べたらスーパーマンの子でしょ。ピーマン大好きでしょ。え、というかピーマンじゃん今思ったけど今思ったけどピーマンじゃんピーマン食べたらスーパーマン、ピーマン大好きピーマンめっちゃ好き、ピーマン体操始めるよーだよね。なんだっけ名前忘れちゃった、ごめんなさい。有馬かな？あ、合ってた。子役の子でしょ確か、そのピーマンの時は。スーパー子役って子でしょ。アニマカナピーマン、あ、ごめんなさい急にあだ名つけちゃった、すいません。
申し訳ないです。怒られてしまう。悲しい時使おうとす。カナピーマン。カナピーマンですから。こんばんは。わわ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 わ。バニラありがとうございます。嬉しい。俺ピーマン。本当はさ、ピーマン体操歌いたいけどちょっとダメなので。悲しい。言っちゃダメなこと言っちゃったかもしれない。夏にぴったりな楽曲ってなんだろう。わっ、ありがとうございます。またまたありがとうございます。バニラーニャ、バニラーニャ、バニラ、バニラーニャ4位だって。松田聖子、あれでしょ。え違うかな。違ったらどうしよう。あ、私の恋バーじゃないっけ。違うかもしれない。ちょっとやだ。あ、やっぱ曲違うよね。松田聖子さん、それしか知らない。なんかいい曲だもん、めっちゃ。あ、すいません、すいません、許してください。すいません。っていうかさ、さっきヘビって言われたからちょっと足立てなくなっちゃった。足立てないっていうか、足床につけなくなっちゃった。あ、オーディションの話。オーディションはね、まあもちろん緊張しました。でもなんかね、お腹痛くなるほどでもなかったんですよ。なんかね、なんだろう、二次審査受かる予感なんかあるわけないじゃないですか。落ちる予感しかなかった。今回が初めてのオーディションだったの。 Yes。 マジのマジのマジのマジでマジでマジで初めて。本当にね、お父さんの一言がなかったら私は今ここにいないから。こんなこともやってないよ、ただの一般人。いや、そうなんですよ。二次審査は面接だったから、面接はめっちゃ緊張したの。だけどそれ以外はなんか言うてそれほどでもなかった。でも本当になんか受かる気が しなかった。二次審査の時からなんかそれに、そもそも書類審査も通るのか分かんなくて、本当にびっくりした。通った時は、
だって本当にね、やばい本当になんかやばかったもん。書類審査もなんか言うて手をかけてないっていうか、その時書類審査の写真の申し込みっていうか、なんていうのかな、申し込みがもうすぐで、でその時にもう学校行く時だったから、体操着だったんです、学校の。あ、100キロありがとうございますね。学校行かなきゃ、でも時間なくて、もうだから学校の体操着で撮ったんですよね。でそんな、それなのに、で本当に何もメイクもしてない状態だったんですよ、その時。マジのマジですっぴんで、本当にすっぴんだったの。それなのになんか体操着ですっぴんで、本当に何もしない状態でだったのに、なんか通っちゃって、本当にびっくりした。そん時めっちゃ焼けてたから、いや本当にびっくり。あ、本当に信じられない。なんか今思ったけど本当に信じられない、今ここにいるのが。どうして、どうしてってこんな私が受かっちゃったの。私より可愛い子いっぱいこといたやん落とさないえ、でもね、そのマネージャーさんというかスタッフさんから、受かった時、4期生オーディションに最終審査で受かった時の集合写真見せてもらったんです。本当にブサイクでした最終審査で集合写真撮ったんです。本当にね、だからいや本当に垢抜けましたねみたいな感じで言ってくださって、なんか一番垢抜けたかもみたいな感じで言われました。いや本当にびっくりですよ、皆さん。皆さんに見せたくないけど、まあいつかは多分その写真が載るんだろうなって思って、どこかにえ、めっちゃやだ、本当にね、ブサイクだったんです。やばい本当にやばい。いやなんか本当にびっくり。その時中3か、いやちょ待って、中3だ。え、でもびっくり、びっくらぽん。でも私オーディション受け始めた時はまだ中学2年生14歳で、でオーディションの途中にお誕生日が来て13歳、多分ね最終審査の時にちょうど13歳になったんだ。だから2時とか3時はまだ14歳でしたね。でまた
私今変なこと言った？13歳？なわけ。私今13歳って言ってました？すいません、訂正します。変なこと、13歳じゃなくて14歳です。13じゃなくて14、間違えた、ごめんなさい。13から13まで、14から15歳でした。はい、すいません。13歳は怖すぎ。今怖いこと言っちゃった、私。皆さんごめんなさい。13歳はありえません。14歳でした。まあなんやかんややって。違います。ねえ皆さんごめんなさい、本当に。そうです、オーディション中に14歳から15歳になりました。いや本当にそう、びっくりだ。オーディションに2年間かかるのはやばいね、普通に。でもありますからね、普通に2年間ぐらいかかるオーディション存在するよね。あっちゃね、本当に地面に足がつけなくなっちゃった。めっちゃつけたいけどさ、今思ったけど、行こう。うわあ、つけちゃってん。まあ楽ちん楽ちん。あ、覚えてます。マスクの紐ですね。いや、なんか。逆になんか現場を明るくしてくださりありがとうございます。面白かったっていうと失礼なんですけど、素晴らしい。でもちゃんと買い持ってたのでよかったです。ダンス難しかった？何のダンスだろう。オーディション？オーディションのダンスはポンコツを1時間で覚える的な感じ、的な感じっていうかポンコツでをやりましたね。それをの、そのダンスを1時間で覚えなきゃいけなくて大変でしたね、本当に。で、人いっぱいいるじゃないですか。最終審査でもう30人くらいはいるので、なんていうかな、そので先生一人しかいないじゃないですか。だから本当に見れる角度とかいるのであるので大変ですね。鏡があっても人がたくさんいると見えないじゃないですか。だからまあ 列とかもちゃんと変えながらやったんですけど、大変でしたね本当に。
懐かしい。でも本当にオーディションからもう1年が経つ、経とうとしておる、おる、おるなんかちっちゃい。ああ、多分少々30人ね、結構多いです。あ、私侍じゃないですね、現代人、令和でもないわ、私平成生まれ令和だったらもっと私身ちっちゃいです、まだ。わお、キャン曲語だ。今日も学校楽しかったかな。楽しかった楽しくなさそうに言ってるけど楽しかったです。お友達に会えるから楽しい。はあ、私は侍じゃない。確かに30人だと今の NGT のメンバーの人数ですね。その半分が4期っていうの素晴らしい。あー、やだな、本当にもう卒業しないでほしいんですけど。本当に皆さん、先輩方ずっと残っててください。本当に卒業してほしくないですあーやだよ、悲しい。とても悲しい。15年、やば15年はすごい。私の年今の年、15年生きてまた15年続け、卒業しないでねでもいつか卒業する日が来るのでしょう。そうなんですよね、はるちゃんさん卒業されてしまう。よくない、卒業しないでほしい悲しいんですよ。15年後、30歳、 30? やばいですね。まあいろいろありますからね、個人個人で思ってること、やりたいこと。やっべ、よっこらセット。そうですね、ゆきりんさんすごいですよね。見習います素晴らしい。そうですよね、レジェンドすぎます。今何時くらい、この時計を見たってわからない。 Now 8時16分。
8時後、もうすぐで1時間経つのか。っていうかもう経つ。ゆきりんさんに会ったことありません。そっか、9時で終わります。あ、やめてください。私はあおちゃんで大丈夫です。あおりん、あおりんにしなくて大丈夫。シャーベットピンクとかさ、なんか合いません？今急に言ったけど。はい、そうですね、キタリエさんは会いました。コンサートの時に初めてお会いして、もう素晴らしい。卒業されても素晴らしく綺麗で美しくて、うん、素晴らしい良かったです。はい、お母さん、ちょっとさ、さっき天ぷら食べたんだけど色が落ちてきちゃった、色がなくなってきちゃった。そろっといいんじゃない。でもどうなんだろう、葵ちゃんでも私の名前って結構意味があってですね、本当はこの一文字の葵でもいいんですけど、よかったんですけど、お父さんがなんだっけ、好きなアイドルさんのゆいっていう私の漢字が、パパの好きなアイドルさん、あ、そのこの漢字最後にゆいがついてて、でそれを入れたくてなんかこうなったらしい本当にわからないです。朝か、朝かって読むんですか、小倉朝か、浅香ゆいさん。おお、なるほど、浅香ゆいさん。まあ多分その方のお名前を私に入れたくて、このゆいが入ったらしいです、お父さん曰く。とか結構アイドルになんていうのつながりがあるというか、やっぱそうなんですね。あら、あ、え、三つ？これじゃないの、だってさ、バニラ集めてるんです。すいません、俺も娘ができたら葵って名前つけたいなどうぞ。あ、そうなんですね。じゃあちょっと今日は本当にもぐもぐ配信で申し訳ないんですけど、アイスを食べたいと思います。アイスイベントなので、イベント
イベント中にアイスを食べるという朝香ゆいさん合ってるね。じゃあみんな朝香ゆいさんだったそうです。はい、今日食べるアイスこれ。あごめん今変な声出た。ごめんね。ねすごい声出ちゃった。ね、もう無理とか言わないでね。お願い嫌いになんないで。これが素の私ってことで。ね。本当に。ごめんね。ね今の聞かないくらいしてください本当に。え好き好きですか。ありがとうございます。ごめんなさい不意に出ちゃった。落ち着きます。中身は落っことしてないです。これがコロンといっちゃっただけで。食べます。あよかった。どんな私でも好きでいてください。皆さん引かないでください。今の私の声を聞いて推し編はやめてください。お願いします。本当にすいませんでした。私でもびっくりしてます。ということでいただきます。え、うまっ。うまっ。初めて食べたこのアイス。うまっ。バニラ。うまっ。うましか言えない。ねえ面白い。見て北海道、北海道ミルクバニラだって。え、なんで怒ってるの？ごめんなさい、言ってはいけないことだったかな。なんかね、生クリーム感があるかもしれません。美味しいです。本当にミルクが強い。ミルクの味が強くて美味しい。マジで。うん。ダイエット中なんですね。すいませんこんなアイスを食べてしまい。でも実は私も最近ちょっと太ってきちゃって、そろっとね私もダイエットしなければ。なのにこんなアイスを食べてるという。ごめんなさい、イベント中なので、イベントなので許してください。そう、仕方なく食べてるだけ。本当にイベント中だから。
そうそうそう。いやでもこれはマジなんです。私毎日アイスを食べる人じゃないんですよ最近本当に。1ヶ月に1回とか本当にそのぐらいのペースなんだけど、お母さんがね提案したのはお母さんで、イベント中だから毎日アイス食べなよって言われて、あいいねなんか言っちゃって、こんな状況。何カロリー、あでもだいぶちょっとはマシじゃない100、175キロカロリー、ちょっと抑えめだよね。でもなんか一番太らないアイスはガリガリ君らしいの。だからガリガリ君アイスを食べたいダイエット中の方はガリガリ君がおすすめです。そうだね、アイスは口に溶けるからゼロカロリー。そうなんですね、ダイエット中はガリガリ君がいいらしい。うんそうですね、桃太郎でも大丈夫だと思う。うんうんうん、食べて食べて一緒に食べましょうアイス。ルマンドね美味しいよね。食べたことあるルマンドのアイス美味しい、あれパリパリしてて美味しい、さすがって感じ。うん、あそうですよ高いよね。うめえな。でなんかこのイベント期間が結構長いからアイス毎日はちょっときついかもしれない。毎日食べたらどうなるの？体重がさやばいんじゃない？毎日やばいよね思ったけど。うんまあ日向さん食べてたんですか。まあそうですよね、イベント中だから仕方ないですよね。でも本当にアイスとか食べると喉乾く。いや本当に今喉カラッカラ。本当はねジュース飲み物を持ってきてほしい。ハーゲンダッツ？ハーゲンダッツはねどうしよう、お高めだよハーゲンダッツは。結構かなり最終日ラインとか、まあ
母さんが買ってくれるかわかんないけど。そうだね。サーティワン、サーティワンはね、私はポッピングシャワーが好きだな。結構あれ美味しくない？パチパチしてて美味しいよね、ポッピングシャワー。あのポッピングシャワーはお姉ちゃんも大好きな、なんて言うんだっけ、うん、フレーバーだ、フレーバー。そう、プチプチパチパチプチプチでございます。お、同じアイス発見。これは食べるしかない。間違えた、買うしかない。強制しちゃった。え、でも本当に美味しいですよ。完食、美味しかった。レモンスカッシュのアイスバー食べた。え、なにそれ、初めて聞いた。え、やばい、お腹がタプタプなんだけど。明日なんかさ、やばいよ、ちょっと待って、やばい、普通にやばい、かなりやばい。え、絶対毎日アイス食べれないよ。お昼ご飯を抜く、間違えた、夜ご飯抜かすしかないんだけど。よし、これから体を動かすか。何をしよう。エネルギーで脂肪を燃焼。寝る前にお腹空いたり、あ、めっちゃする。寝る前にめっちゃお腹すくの。わかるわかる。寝る前にめっちゃお腹すく。いた。じゃあなんか音楽流すわ。それって歌った方がよくない？そういう時朝まで我慢します。私夜食とかしません。夜食で合ってる、合ってる、そういう子じゃないから、ちゃんと守る子だから。いや、私本当にね、私本当に結構生活とかちゃんとしてる。だってさ、もうなんかめっちゃ夜とかに、夜に家帰ってきた時とか、もうお風呂入りたくないじゃん。お風呂入りたくなくてさ、朝とかに回しちゃう人いるじゃないですか。お姉ちゃん、まあお姉ちゃんなんだけど、もう行っちゃう。言わない方がよかったかもしれない。やっべ、行っちゃった、ごめんね。お姉ちゃん今いないからいいや、ごめん、お姉ちゃん行っちゃった、内緒にしとこ。で、まあお姉ちゃんなんだけど、その朝風呂したことないんですよ。ちゃんと夜に入るんです、嫌でも。
家でも夜にちゃんと入ってるんです。私朝風呂したことない。いい子でしょ、なんちゃって。あんまり自分で言ってないけど、だからいつもお風呂は頑張って入ってます。夜にナイト、ナイトバスよっ。よいしょ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 、はいはい、テステステス受ける、テス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 マイクテストじゃあちょっと夏っぽくアイス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 なので、しゃべぴでも歌いますか。今何時だろう、まだ大丈夫だと思うけど、ちょっとちゃんとしてよ。最近ちょっと力が弱くなってきたんじゃないかい。今38分ありがとうございます。斜めだよね、斜めってる気がする。これでいいか、よっしゃ、いきます。ちょっと待って、ちょっと待ち待ちや、ちょ待った、まず最初にやるべきことがある。しゃべっぴしゃ、まあ、まず最初はみんなが知ってる方は知ってる通り、おばあちゃんを流す私の決まりがありまして、なのでおばあちゃんを先に流させてください。いきまーす、いくよ。恥ずかしい。なぜ季節は気づかないうちに変わってるのかな。街の景色もあなたたちの香りも着替えている。元気だったかい、何をしてたの。久しぶり、君らしいシャーレットピンク似合ってるスカートの色、そよ風に注いる返し、可愛すぎる糸と待ち合わせた朝まで。やばい、最近歌ってなかったからめっちゃ下手くそ。
めんなさい。こじしてた鉄骨のビルが完成したのか。人は誰でも目の前のことしか見てないんだね。少し痩せたみたい、髪を切ったせい、大人っぽい。太陽とシャーレとピンク、あの海へ誘いたくなる。横断歩道駆け寄ってきた、今でも好きな人と、やっと会えたホリデー。愛しさはシャーレとピンク、さりげなく思い出させる。あの頃は言えなかったけど、君が一番好きだ。君らしいシャーレとピンク、似合ってるスカートの色、そよ風に裾翻し、可愛すぎる人と待ち合わせたサバで。わお、ありがとうございます。バニラアイス素敵、ありがとうございます。びっくりぽん、わあ、ありがとうございます。ストロベリーありがとうございます。嬉しいです、嬉しいですわお、フォロワー1931人、うれしい、うれピーマンいや本当にね、発音には自信があるあと69人、おお、だんだんとゴールが見えてきたぞ。頑張るしっきゃね。うれピーマン、45、え、なんだろう、やばい、目が乾きやすい、なんだろう、あ、ごめん、なんでもないよ、ごめんなさい、ごめんなさいムスカって言わないで。英語も発音に自信があるんでしょ。え、でもリクエストされたら、発音よく言えるかも。え、私特技にしようかな、発音よく言えるって。いや、私本当にみんなに言われるんですよ。
別に発音よく言ってるわけじゃなくて、なんか発音よく言っちゃうんです私。ナト面白い。ナト合ってる。納豆あ、納豆だ、合ってた。納豆みんな大好き。ムスカメガー面白い。そう、納豆ってさ、そうだよね、あるもんね。何これ、跳躍機構。最近勉強したばっかだったちょっと忘れてしまってた。それは納豆いや、息子はね、みんな大好きだよね。有名なメガーでございます。メガー